はい、こんにちは。正直そういうのはあまり得意ではないんですけども、本田さんが、今回のモーションマネジメントシステム力を入れて開発されてきたと伺ってますので、当てられる自信はあります。それではクイズっていうことで、これがどっちなのか、オンなのかオフなのか、ちょっとドライバーとしてはドキドキですけど、ちょっと体感してみたいと思います。これなんか普通の車とちょっと違う気がするんですけどね。このハンドルを切った時に、このブレーキをかけてないんだけど、ブレーキをほんの少し当てて、ちょっと前に荷重を乗せて曲がりやすいような、こうきっかけを作ってくれてるような感じはするんですよね。本来自分が運転手がコントロールしなければいけない、こう、まあ、仕事って言ったらあれですけど、運転のその一つを車側がこう手助けしてやってくれてるような感じはするので、これがオンだったら嬉しいなと思いますけど、若干不安もありますけど、おそらく入ってるんじゃないのかなと思います。いやー、どうだろう。でもなんかさっきよりハンドル切った時のテンポはちょっと遅い気がするんですよね。一歩目の方が若干クイックというか、自分がハンドル切った瞬間にこうフロントに荷重がこうしっかりと乗ってくれるような感じはあるので、じゃあこの2本目が全然乗ってないとか、そういう話ではないんですけど、1本目の方がよりその辺を感じますね。いや、1本目のあのハンドルを切った瞬間のこのフロント荷重が乗るこのレスポンスの良さっていうのが、もしオンだとしたら、なんかあの制御っていうのはこうドライバーが意のままに操れる、なんかそんな制御だと思うので、あれがぜひオンであってほしいなと思うんですけど、でも大丈夫です。1本目がオンだと思います。これはオフだと思いますね。そうですね、おそらく1本目だったんじゃないのかなとは思いますけども。正解ですか？あ、よかったです。はい、こう今まで乗ってきた車よりも、こう自分がハンドルを切って、まあ、少しこうラグがあるというか、車が動くのが少し反応に遅れが通常はあるものなんですけども、そういった遅れがすごく少ないなって感じたのが、まあ、一つ最初の決め手でしたね。ただその1本目からまさかオンだとは思わなかったので、これかなっていうちょっと半信半疑的なところはあったんですけど、まあ、今まで乗ってきた車よりもこう鼻先がスッとこう入る感じがあったので、1本目がなんかオンだったんじゃないのかなっていうのは、はい、ありました。自分がブレーキをかけて荷重を前に乗せたいなっていう、この自分の意思よりもこうなんか先にそれを行ってくれるので、なんかこう不思議な感覚はありますね。なんか今までは自分で操作をして車にそういう挙動を与えてたんですけど、逆に自分がアクションを起こす前に車がこう自分の意思を先読みしてくれて、こう反応してくれるっていうのは、なんかこう今までにはない感覚ですし、でもそれがあからさまにこうグッて入るようなこう不自然な感じじゃなくて、その自分がこう不快に感じないようなこう微細な感じでこうコントロール制御が入ってるような感じがするので、運転手としてはすごくこう楽に乗れるのかなって感じはしますね。すごく乗りやすいですけどね。でこのハンドルもなんか若干重たさを感じるので、こう手応えっていうんですかね、フロントタイヤのこう手応え、グリップ感っていうのを今までの仕様よりもすごく感じることができるので、こうハンドルから伝わる安心感っていうのをすごい得やすいですね。面白い。これなんか若干ドライバーとしては悔しいですね。自分が操作して車を操ってるんですけど、逆に操られてる感があるんで、これはでも面白いですね。乗っていて楽しかったです。モーションマネジメントシステムが入ったことによって、まあ、あえて
ドライバーさんが このシステムに合わせて運転を変える必要はないと思ってます。僕たちレーシングドライバーはよく車の、コーナーに対してハンドルを切るだけではなくて、よくブレーキを踏んでフロントに荷重を乗せる、フロントタイヤにこう重力をこうかけることでより曲げやすくするっていうのを、まあ、技術の一つとしてやるんですけども、それはなかなか一般のドライバーの方にはなかなかやってくださいって言っても難しいことを、このモーションマネジメントシステムが助けてくれるような形になると思うので、より、まあ、ドライバーさんが楽にこう安全に運転を楽しめるんじゃないのかなというふうに思います。